皆さんこんにちは、かほなんです。今日はお母さんと、はい、日本百名山の伊吹山に登っていきたいと思います。今朝ごはん買ったとこです。頑張って運転します。行ってきます。おーおー、ありがとうございます。気をつけてください。はい、ガシガシ登るぞ。じゃゆっくり登ります。はい、あ、ワンワンだ。ねえ、べちゃべちゃやんな。昨日雨が降った感じです。ぬるぬるすぎて。難しいね、魚が。1合目着いた。風が抜けて気持ちいいよ。暑いね。ストックの先っちょつけたままだから取っていい？取ったわ。行きましょうか。頑張ろう。頑張ろう。こっから草原。ね。二合目着きました。誰もおらんね。いつもここなんかこう休憩所やけど、景色こんな感じ。はあ、ね、琵琶湖でしょ。あれ琵琶湖ね。上の方霧がかっとるね。まあいいけど、曇ってきました。晴れてるけどね。6合目くらいに山小屋があるんですけど、それが見えます。暑い。3、はぁ、行ったわけだ。休憩所。山じゃおにぎりだよね。知らんけど、いただきます。塩分入ります。幸せ。この小屋にあると涼しいね。そろそろ雨パワーを入れようと思います。登るね、これを。ただいまの時刻12時。差し上げます。行くぞー。あそこまで行きたい。涼しそう。7号。ほっほっほ。あー、晴れてる。8合目。あー、倒れ倒れ。ものすごい勢いで、いただきます。山を握る。もうお腹がすくこれ。ね。
くもいいな。かっこよくない？あの子も。9個目の看板がない。ストックやめました。二の腕は鍛わったはず。3、2、1、着いた。じゃじゃじゃ、はあ、嬉しい嬉しい、気持ちいいね。写真撮りたい。ほら、こんにちは。もうちょっと美味しくなるんだけど。あ、そうなんですか。うん、どうするんですか。鶏かぶとちょっと入れると、しびれるほど美味しい。ねえねえ、何？あの、この人知られもん。知られもん。令和生まれのせいで。0歳。ありがとう、いただきます。いただきます。ひゅー。お茶も冷たい。段取りも冷たい。すごい冷たいね。じゃじゃじゃん。お疲れ様です。お茶、うまっ、うまっ、やばい、いただきます。写真そう、美味しそう。え、山菜めっちゃ入ってる、ね、これいわゆる山菜と、うん、太いのなんだろう、で、菜の花なんだ、もう分かんない。大人、ね、太め、うん、もちもち、うん、もちもちしとる。で、山菜にめっちゃ味ついてる。うん、美味しいわこれ。そばの匂いも強い気がする。食べよう。食べる。ここで売ってたやつ。うん、同じくらい。どうぞ。え、ホワイトチョコ？ホワイトチョコ？チーズ。え、なんかギュッギュッとして。うん。うん。大満足。寒くなってきたね。よし。ここはここであるんだね。ふーん、それぞれね。
帰ってきました。ただいま。買ったよ。はい、でこれを食べながら帰ります。もう結構いい時間だけど。というわけで今回のいぶきさん旅終了となります。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価ボタンいただけるとすごく嬉しいです。以上、カホナンでした。バイバーイ。バイバーイ。